まあ、国大臣の公開しても目立とうかと。ほうほう、足りちゃいますか。今何やってるか分からないですけど。まあ、大丈夫です。更新してるんで。こんにちは、おゆくりです。今回の動画は以前このチャンネルで紹介した、ゴーストレストランを開業した、元配達員という動画があったんですけども、そのですね、元配達員さんのホラーマンさんがなんとゴーストレストランの2号店をオープンさせるということで、今回小倉までやってきました。ちょっとね、そのお店をね、冷やかしてみようと思ってます。レトロな街並みだな。こんばんは。お、保健所の方から来ました。ちょっと待ってよ。あ、でもゴーストって感じですね。福岡の役員のところよりも全然キッチン、キッチンって感じがして、まだはオンにはしてないですよね。で、今仕込みをしてると。仕込みをしてるところ。仕込みしてるというのは、まあ、まだまだいろいろやらないかもしれない。いっぱいあるんだけどさ。まあまあ。とりあえずやれることをやっていこうかな。今は役員店は、なんか、アルバイトさんがやってる。あ、別はそうだ。人を使うようになっちゃったんですね。使うようになったんですね。実業家ですね。いやー、どうやろう。出前館買収するしかないです、ね。なんで。でもあとね、ちょっと食材を買いに行くのがちょっと難しいですね。いろいろと。ここは。あ、なんか寂しいところにありますもんね。うん、いや、女性の一人歩きとかもやばそうだと思います。やばいやばい、ここはもう。もう今外出たらわかるけど、本当人気ないからね、ここね。いや、その辺歩いてきたけど、やばいなって。うん。ちょっとね、それを賑やかにしようかなとか考えて、この夜中の間に。え、ホラーマンさんの力で。うん。賑やかしくしなきゃだろ。賑やかしく思うよ。本当に次は、たまるに向かうようにはなるかもね。まあ、逆にたまってもらった方が治安も良くなるでしょう。うん、全然、その方が。まあ、何かしら、この辺の後の活性化に携われればいいのかなと思います。まあ、デリバリーの効果一度も目指そうかな。ほうほう。目指せるもんなら、大口叩いとこうかな、そういう感じで。おかしいよね。電動ドライバーがいるんじゃないですか。うん。まあでも、仕事でやるともできるんじゃないですか。どっちに入れようかな。うん、その中に入ってる。それを、それに入れていい。この時間帯なんねえわ。ちょっと朝しようにしよう。ことあるな。じゃあ、ウーバーでーす。はい、出まーす。ここは以前北九の配達員なら誰とも知ってるかと思いますけど、ひかりちゃんですね。今何やってるかわかんないですけど、どこにいるんだあの子は。ひかりちゃんを動画で訪ねてきた時にここで食事をしましたね。鳴ってない。鳴ってない。鳴ってないのか。現
在時刻は3時半。3時半やね。うん、あ、まあ3時半までやってないけど。オンラインにして、何時間か3時間経ったけど、一件も入ってこない。入ってない。オープン当初だから、まあ、知られてないっていうのもあるけど、厳しいですな。うん、まあ、しょうがないかな。まあ、もうこればかりは持続してやるしかないから。まあ、大丈夫よ。多分大丈夫。謎の自信ですね。いや、でも、なんかな。まあ、ほら、役員店を開けた時が、良すぎたけん、まあ、あれはね、うん、まあ、開けてしまったからにはもうやるしかないですね、うんうん、やるしかないから、まあとりあえずは開けて頑張ってやるしかないもう俺はこっちに投資してるんで朝勝負に望みをかけてるみたいな、うん、そうね、とりあえず朝勝負かな、朝が鳴るんですね、うん、朝ごはん的な重要です、そうそうそう、うん、それまでそれまでは頑張ります、おやすみ、上で寝るそうです、はい、まあ寝れるからいいよ、ここは布団ありました、布団ある布団あるんだ2階があるのは本当ありがたいわ、じゃあデリヘルも呼べますね、あーデリヘル呼ばないけどねというわけで、じゃあはい、第3弾が第3弾は、じゃあ第3号店ですかね、いや、3号店、いや、まあまあまあ、3号店か。これ半年後いや、破綻した時が第3弾。え、やめて。やめて。とりあえず、どんな形であれ、はい、第3弾、続報という形で、またお邪魔させていただきますので。わかりました。はい。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、本当に。いえいえ。期待に応えれんが。まあ、残念ながら今回はこんな結果になってしまいましたけど、またね、まあ、今回平日だったんで、週末だったらまた違ったかもしれないですね。あ、ファイトスイーの。またね、週末にでもね、ちょっとは注文が入りそうな週末にでもまた来てね、ホラーマンさんの働いてる姿をね、追っていきたいと思います。今回の動画は、こんな感じです。いいねと思った方はね、まあ、グッドボタンとね、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、次回何かの動画でお会いしましょう。おやすみなさい。気をつけて帰らないとな。